なんか税金取れすぎちゃったんですよね。なんかいっぱい取っちゃったから、じゃあ還元するわって言い出したんですよ。で、還元っていうのは、まあ、その、税金をいっぱい払った人に戻す。払った人に戻すのが還元だと思うんですよね。なので、その税金払った人に戻すっていうのかと思いきや、あの、税金払った人に関しては、えっ、ー、と、年間4万円分の減税。で、年あの税金払ってない人。 えー、住民税非課税世帯。住民税非課税世帯の人に関しては、えー、7万円あげますよ、みたいな。っていうので、それ、あの、還付とか還元じゃなくて、あの、交付じゃねえ、普通にっていうので、どうなんだろうなっていうのがあったんですけど、じゃあ、まあ、な、なんでこんなことをするのかっていうところなんですよね。ほんで、あの、夏に、その、選挙が、えっ、ー、と、あると言われてるんですけど、去年の、あっ来年の夏に。 で、まあ、多分そこら辺りに対して、そのお金をばらもうこうかなっていうところで、選挙対策だと思うんですよね。日本人全員が幸せになるような政策をしてしまうと、じゃあ別に自民党に投票しなくてもいいよねというふうに考えてしまうんですよ。なので、自民党に投票したから、俺たちが得したよねというふうに、その有権者が理解してる政策をやらなきゃいけないんですよね。なので、その、 えっと、じゃあ、住民税非課税世帯っていうのがどういう世帯かっていうと、大体、あの、8割ぐらいが65歳以上の人なんですよね。まあ、要するに、その、労働、働くと年収が増えて、で、所得税を払ってっていう形になるんですけどで、まあ、引退してる人っていうのは、基本的にその、 あの、収入そんなに多くないので、まあ会社経営者とか別ですけど、まあその年金で暮らしてますとか、その貯金で暮らしてますっていう人って、収入はそんなに多くないので、その所得としては少なかったりするんですよね。同じ金額であれば僕はまあ普通に良いよと思うんですよ。まあ例えばそのじゃあ、えっとその住民税非課税世帯とか、勤労世帯とか分けずに、じゃあその還元します。日本人だったら全員7万円配布しますとかであれば、それは平等だと思うんですよね。 でも、平等にしてしまうと、じゃあ自民党に投票しなくていいやってなってしまうので、なのでその高齢な人っていうのが、まあその65歳以上の人が8割が住民税非課税世帯だったりするので、なのでその高齢者の人が、その自民党を支持した方が得ですよね、という、そのお金の配り方をした方が良いよねっていうのが、まあ、結果としてその、えっ、ー、と、住民税非課税世帯にお金を配って、働いてる人たちっていうのには、あの、まあ4万円の減税ですよっていうのしかやらないっていう。 っていうので、まあ結果としてその投票に行く人たちあ、まあ高齢者の方が投票に行くので、なので投票に行く人たちの,の票をもらって、そうじゃない人というのを礼遇するっていう、普通にその統治をしてた場合って、やっぱりどこかにその、なんかあの怒りが向いてしまうのですよ。なので分割統治っていう形で、そのお互いに分割して、こいつが悪いよね、こいつが悪いよねっていうので、政府に対して怒りが向かないようにした方がいいんですよね。働いて税金を納める人たちと、 働かないで税金をもらう人たちの二つに分けましたと。で、そのじゃあ働いてる人たち不遇だよね。とはいえ、働いてる人たちって社会保険料とか税金とかでまあ生活しなきゃいけないので、まあ働き続けるでしょうと。で、税金を払わないというのは不可能なので、結果としてまあ税金は取り続けられるでしょうと。 で、高齢者の人たちっていうのは、やたらに選挙行くので、なので、敵に回すと自民党がその、政局を取れなくなってしまう可能性があるっていうのがあって、なので、まあ、あの、高齢者優先っていうのがずっと続いてるっていうのが現状じゃないかなと思うんですけど。